この辺りは人の往来があるから、出るとしてもそんなに危険な魔物じゃないよ。とは言っても魔物には、私実際に街道を通ってきたし、なんとかなる。あ、もう待ってよライザは、どんなことが起こるかな。冒険は毎日がドキドキだよ。ティアー、えい、綺麗な花だけどごめんね。えい、素材に使わせてもらうよ。敵だ、気をつけて。そこだ、よっと。はあ、わせーの、よっと。はあ、そこだ、よっと。せーの、はあ、わそこだ、よっと。せーから、そこだ、よっと。せーの、はは、そこだ、よっと。せーから、楽勝楽勝。さあ早く進もう。ティア、あ、これ使えそう。これこれ、新鮮な蜂蜜がたっぷり詰まってる。これで爆弾とか作れるかな。取れた、よいしょ。
なんだろうこれ。結構珍しいものかも。確か前にこんなの撮ってたような。島に比べて王都は鉱石がいっぱいだな。やっぱり人工島だし仕方ないのかな。すごい、こんなところがあったんだ。えい、えい、えい。これおやつによく食べる木の実だ。香ばしくって美味しいんだよね。僕も鍛えたからこれくらいなら平気さ。えい、ティア。木の実だって立派な素材の一つ。何に使おうかな。私が聞いたら驚くだろうね。あった、これこれ。サラサラっと。砂は簡単に取れるからありがたいな。ティア、あった、これこれ。この花ライザが喜びそうだ。錬金術に使うって敵だ。気をつけて。よっと、はぁ、あ、はっ、あ、よっと、はぁ、あ、いてそこだ、よっと、はぁ、あ、そこだ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。だってやり方次第で。あった、あ、これこれ。取れた。これ使ってる薬苦いんだよな。錬金術で味も変えてもらえるかな。こっちでも神秘的なこの素材が手に入るとは思わなかったな。はっ。薬の調合って結構するから少し多めに取っておこうかな。ティア、やっぱり糸は苦手だよ。目が痛くなってきちゃう。敵だ、気をつけて。そこだ、よっと、はぁ、あ、せーか。そこだ、よっと、はぁ、あ、せーか。そこだ、よっと、はぁ、あ、いて。せーか、よっと、はぁ、あ、僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。もっともっと強くなるぞ。あった、これこれ。
たくさん取っておかないとね。みんな気をつけて。せーの、そこだよっと。はあ、正解。そこだよっと。はあ、正解。そこだよっと。はあ、そこだよっと。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。ちょっとは強くなれたのかな。ティアがすごいのが難点だけど、これも必要な材料だもんね。えい、ティア、えい、ティア、えい、えい、いた。素手で取るのは無謀だったかな。気をつけて。そこだよっと。はあ、正解。そこだよっと。はあ、せーの、そこだよっと。はあ、正解。連続よ。はあ、楽勝楽勝。さあ早く進もう。これだけあればもうそろそろ必要な数は揃ったかな。そう、それなら町に戻る。それじゃ早速錬金術の調合をします。と言ってもこっちで取れた素材と新しい錬金釜だから。失敗の言い訳を今から考えている。違うって、新しい武器や道具を使うとき。まあまあできるやつでいい。まったく。よし、じゃあ始めるよ。何にしようかな。どこに入れようかな。何入れようかな。いい感じかも。何入れよっかな。
をしようか悩んじゃうな。何入れよっかな。次はどうしよっかな。お、いい感じかも。これでどうだ。いけー、いい感じ。さすが私。ライザが調合してるのを見たのは初めてだが、驚くよね。全然違うものができるから。どう？正直驚きました。錬金術を使えば何でも作れる。何でも？どうしたの？いえ、ライザの錬金術が健在で、遺跡の調査はまた日を改めてかな。そうだね。さすだろうな、島からここまでの長い。その言い草あんた。いろいろ準備もいるだろうし、ライザの用意ができた。待ってください。今度は私もついていきます。パティ、それは危ないと思うし、やめた方が。でも、そう、どういうこと？タオさんの授業を聞いていて、歴史に対する興味が遺跡のことも同じで、私も でも遺跡には守る。私も全く剣術の心得がないわ。うん、まあ分かった。じゃあ一緒に行こう。今日はここでお開きかな。ちゃんと疲れを取っておくんだな。では失礼します。はあ、いろんなことがあったな。タオたちにも出る。オートもあちこち見て回ったし、モリッツさんからの石もあったっけ。
いでしょう。着替えだ着替えだ。いいでしょう。いいでしょう。着替えだ着替えだ。着替えだ着替えだ。着替えだ着替えだ。いいでしょう。My father wakes me up. My mother, she wakes me up. My sister, she wakes me up. My son, he wakes me up. My daughter, she wakes me up. My dead grandma, she wakes me up. My grandma